墨田八幡神社は、和歌山県橋本市墨田にある神社。旧社格は、県社。京都府岩清水、八幡宮から勧生された神社である。ここに伝わる、人物が造教は、日本最古の金石文の一つとして国宝に指定されている。10月中旬の例祭は、県の無形民族文化財に指定されている。祭礼としてはこのほか、小豆と米を炊いた粥に、 穴が開いた竹筒を沈め、かゆの入り具合で、稲作の豊境を占う、関西が、正正月の神事として、江戸時代から行われている。戦国時代の永禄三年、松永久秀によって、社殿堂等が一時消防したが、慶長年間に再建されている。花嫁園が有名で、6月中旬前後には、観光客で賑わう。人物が造況国宝に指定されている。 墨田八幡神社所有の同郷。名文に、とあり、日々年、男帝王が、大和の、石笹神屋にいた時に、各朝が鏡を作らせて、男帝王の長寿を祈ったことが記される。各朝は、日本初期のみならず、母子にも、別称の記された、無王であるとの見方が強まっている。男帝王は、応答王に否定することができ、その場合は、 携帯天皇を指すと考えられる。この解釈では、携帯天皇は503年に、大和の押し宮にいたこととなり、携帯天皇が、機内勢力の抵抗のため晩年まで、大和盆地に入れなかったという見解は成り立たなくなる。ただし、お、ほどと、大うとでは、6世紀初頭では相当発音も、異なっており、日比年として443年を当てる考えも、あるなど、 様々な問題を含んでいる。ありがとうございます。